ております。いろいろと条件がありますのでお問い合わせください。すっかりみんな CM バナースポンサー様のご紹介です。ペットサロンのうんぴ様、シンガーソングライターの平さん、身につけるだけで体感がアップ、テラスパワーさん、あ、その気持ちのこと言ってたの。ペットの複合施設 DC キャッスル様、バリバリバーガーのブラジルフレッシュ様、いつもありがとうございます。いつも以上のスポンサー様のおかげで焼津テレビは運営できております。でも逆に噛まずに言えるとすごいなと思う。私すごい、いや私結構噛んでるのにごまかしてごまかしてスルーしてる。ごまかしきれないと思う。はいはい、はい、今日はねちょっとねいつの間にか始まってしまったっていうね、ちょっとびっくりなパターン。そう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 、はい、ちょっと過ぎてね、今ね33分かな、もうね、はい、今日もやじテレビ元気に始まります。よろしくお願いします。はい、整理収納アドバイザーまえりです。お願いします。はい、ではねちょっとね素敵なあれなんですけど、実はねこの前の金土ちょっと東京の方にね行ってきまして、で遊びに行ったかと思いきや、うん、21日の金曜日は遊んだ22日の土曜日は、うん、仕事関係で、うん、整理収納アドバイザーコンペティションっていうのがあって、うん、コンペの大会なんですね。お片付けのコンペの大会があって、それにまあ静岡勢がね、うんうん、出たんですよ。全国の中から選ばれて、そうで応援と勉強に行ってまいりました。うん、でね、整理収納アドバイザーってもう結構ね協会のホームページ見るとかなり取得してる人はいるんですけど、まあ お仕事としてねやってる方は結構少ないんですけど、その中でもまあ質をね上げていこうっていうこととか、あとはなんていうかな、そのみんなの成果のね発表の場になるようにね、毎年整理収納アドバイザーフォーラムっていうのがね、まずね全国の8カ所であるんですよ。でフォーラムって何するのって感じなんですけど、そのなんていう本選、ついこの間の土曜日にあった本選の予選会がまずあって、であとはそのお片付けにためになる講座があったりとかして勉強するんですけど、そう全国で8カ所でね、その予選会がある、うちの一つが静岡なんですよ。すごいじゃん。ね、そこですごいでしょ。なんかね静岡って正直飛ばされるのよ。全国何カ所とかっていうと大概そうよね。そうね、神奈川と愛知が入って静岡は抜けるところなの。そう、ところが整理収納アドバイザーは違うの違うのえ、なんで多いの。うんとね、多いというよりもやる気があるのかなっていうのそう、ちなみに私もね今年と去年そのアドバイザーフォーラム in 静岡で司会進行をねやらせてもらってね、そう一応スタッフもやっているわけなんですがね、その予選会で全国から、まあ、たくさんエントリーされた中の80名が、予選会に出場したんですね。その中から新人部門とプロ部門があるんですけど、新人部門の4人のうち2人が静岡だったんですよ。すごいじゃん、新人で。そう新人で、新人はもうね取って1年目とかの人じゃないと、1年目2年目までは OK なのかな、その人じゃないと出れないっていうものなんですけど、もうねプレゼン能力が高いでね、もうがっちり心をつかまれたね、みんな。うん、確実に。でそのね静岡の方の中でもね言ってたのは、やっぱりその片付けをする人がそのなんていう心というか気持ち、メンタル面に寄り添うっていうのがすごく大事で、私ももちろんそのお仕事でね行く時には大事にしてるとこなんですけど、なんていうかな、自分が例えば家族のお片付けを促進したいとか、自分がお友達とこう片付けについて考えてみたっていう時に大事なのってやっぱり自分の価値観じゃなくて相手の価値観なんですよね。うん、そうそうそう。なんで
なかなかね、その難しいんですよ。仲が良すぎてもこう言い過ぎちゃうし、そう、仲があんまり良くないとよくわからないから、手探り状態で、世間一般的に言うとこうだよねみたいな、こう抽象的な言い方しかできないし、そう、なかなか難しいところ。うん、まあそこはね、私がプロのねあれだからね、うん、その辺はいろいろ考えながら、今までの自分のね、あの経験も生かしながら、うん、やってはいるんですけど、そうでね、その中でやっぱりね、相手の心に寄り添うっていう、やっぱ心がすごい、お片付けでも今は物の片付けっていうよりも、そもそも心が片付いてないと物も片付いてこないって言われてるぐらい、心って大事だよって言われてる。うん、で、なんていうかな、あとはたくさんこうやって大きい成果を出そうと思うよりも、ちょっとずつやってできることを増やした方がいいよって、うん、その方がたくさんのいいねがつくよっていう感じ。うん、なので、もちろんね、誰に認めてほしいとかそういうことではなくて、うん、自分で自分を認めてあげるってのもすごく大事なことだから、うん、でその中でもね、やっぱり大きいものをね目指しすぎちゃうと、どうしてもなんていう、結果がねそれにがっつり伴ってくれればいいけど、大きいことを目指すとそこにたどり着けなくてシューンってなる場合も多々あるわけですよね。うん、例えば8割方はうまくいってるんだけど、あとの2割がなんか思うような出来栄えじゃなくて、うん、なんかしっくりこないなっていう結果。うん、そうなので、その面でもあんまり大きいところを一気に目指そうせずに、小さいところを積み重ねてやっていこうっていうところですね。うん、でこの前ね、ちょっとね、就活の話をねしたんですけど、就活の時にね、3つ私の中でねポイントがあるかなって言ったところで、1つ目ね、整理。うん、物のいるいらないを分けるってよく言いますけど、うん、無駄なものを省く、必要なものを残すっていうところですね。で2つ目が伝達。うん、伝達っていうのは人に伝えるってことですよね。人と伝える、まあコミュニケーションを含めます。うん、で3つ目はポジティブ思考。うん、ポジティブ思考っていうのはもう皆さんがこう考える通りですけど、もちろんでもマイナス思考もあってのポジティブ思考なんで、マイナス思考がいけないっていうことじゃなくて、うん、ポジティブ思考であるためのマイナス思考、その前段階というかね、そういう時もあるとは思うんですけど、ポジティブ思考の中で何をやっても基本はもうそんなにうまくいくことは目には見うまくいかないことが目に見えてる、うん、ので、むしろね、もうポジティブでいられない時は無理にそのポジティブでいようとしなくていいし、もうその時にしっかり休んで、その後回復した方がよっぽどいいのかなっていうのはありますよね。うん、でその中でも今日は整理、一つ目の整理に絞ってちょっとお話をしたいと思います。ね、整理ってどうしてもね、整理整頓的な意味で思われがちなんですけど、整理整頓ではなくて、整理っていうのは、いるものといらないもの、必要なものと必要でないものを分けて無駄を取ること。うん、なのでいらないものを除く、必要なものだけ残すっていうのが整理。うん、で整理っていうとやっぱ片付けでね、どうしても物の整理とも思われがちだけど、まずそもそもね、始める前に、始めるやるためのやるにあたっての目標というか目的、うん、をちゃんと整理してから始めた方がいい。うん、でもその片付けをやる理由がそもそも何なのかっていうところですよね。うん、理由がちゃんと定まってないとか、自分が分かっているようでいて納得してない、うん、納得してないことについてやろうとすると、人間ってね、それにね気持ちが乗ってこないんでね、行動ももちろん乗ってこないです。うん、なのでそのやることの目的、目標をしっかり見据えることですね。うん、で何のために、誰のために、どうなるためにお片付けをするのかっていうところを、一つとてもねしっかり考えてからスタートした方がいいです。うん、で人のためにっていう方もいるんですけど、人のためにっていうよりも、まずそもそもが自分のためにどうなのかなっていうところを考えた方がいいですよね。
で就活に関して言うとそれこそね残された家のね人たちが困るから今からもう就活しないととか逆にね言われてるっていうケースもあるんですよね。うん、もうね若くないんだからいつどうなってもおかしくないんだからそろそろ片付けをしてくれって言われてるおじいちゃんおばあちゃんって結構いるんですよ。うん、で言われてるってやっぱりね言える人はねまだいいけどね言えない人もいるし、うん、やっぱね高齢者の方のそういうシニアのねセミナーみたいなのでやった時も実際に言われてるってすごい言ってくるような気さくなおばあちゃんもいるし、うん、きっとね言われてる方は多いんでしょうけどそうやって言えない方もねたくさん実はいます。うん、でその中で言われてるからやらなきゃいけないっていうのってよく考えると勉強しなさいって言われてるのと一緒なんだよね。子供が勉強しなさいって言われてよし勉強やるぞってなんないですよねあんまり。うん、子供が勉強しようと思える時って何かちょっと勉強頑張ったら何かいいことがあるとか、うん、勉強を頑張ったことで何か誰かが認めてくれたとか、うん、あとは勉強を頑張ったことで分かんないところが分かるようになって次の問題をやった時に同じようにやってみたらできた、あ、自分ってできるじゃんっていうその気持ちとか、うん、そういうところで自分がどうなのかっていうところをよく見据えないと勉強やれって言われてるからやってると思ってやっていても身につくものって少ないですよね。うん、それと同じでお片付けもなかなかね気が進まないっていう方も多いとは思うんですけどじゃあ片付けたら何が良くなるのかなとかどんないいことあるかなっていうところを考えた時に、うん、どうかなってところですよね。で全然思いつかないよっていう人は本当に何か自分にご褒美を用意してもいいし、うん、例えば今ねもう夏休み前お盆手前ですのであそこのところでどこどこにちょっと旅行に行こうそのために私はここをとにかく片付ける頑張るって思って やれば少しはその楽しみのために頑張るっていうところでも、うん、頑張れるっていうのはあるのでね、うん、そうで、あとはその整理するのに目標目的って言いましたけどそこを片付けることでどういうふうに良くなるか生活がどう変わるかっていうところもちょっと考えてみてどこをやろうかなって迷う方とかいると思うんですよね。もう家全体を片付けたくてとか、うん、もうとにかく家を片付けないとっていうお家っていう大きいジャンルで考えてる方ね、さっき言ったように小さく細切れにして考えないと結局はできないので、うん、キッチンって言ってもキッチンにもいろんなところありますよね。うん、キッチンにも流し回りもそうだし流しの下の引き出しなんかもそうだし釣り戸棚もそうだし食器棚もそうだし冷蔵庫もそうだし食材庫があれば食材庫もそうだし全部その何ていうまとめてキッチンを片付けたいって思うとゴールに行けないんですよね。うん、だって私が行ってお片付けキッチンをやったとしてもそんなにそこまで全部1日でできるっていう方はなかなかいないですからね。もともと物がすごく少なめでとか新居に越してきてどこに配置すればいいかとかっていう方はまた違いますけどもう長らく住んでる中でそのキッチンをやりたいよって言われた時にまあその人のペースもありますけどね、うん、なかなかね判断が早い遅いもあるけどもそうペースもあるけどたくさん進めようと思うとやっぱりうまくいかない。だから今日はとにかくここを頑張りましょうとね、とにかくここが気になるならここを頑張りましょうで時間があったらこっちも考えてみましょうねっていう形で進めるんですよね。うん、そうしないとできなかったってとこで終わっちゃうとすごくなんていう自信につながらないし達成感にもつながらない。うん、なのでやる場所をじゃあどこから手つけようってなった方は特によく使う場所か特に目につく場所に絞ってやってもらうといいと思います。うん、特に目につく場所とか特に使っている場所って効果は実感しやすいんですよね。そうなのでね効果をねぜひね実感するそこ意外と大事です。うん、片付いてきれいになったはで終わっちゃうともったいないですすごく。うん、だから綺麗になったらなったで
なんていうその綺麗になった感をもっと味わってほしいと思いますね。うん、なんならもうねインスタにどんどん載せていいと思う私ここ片付けたで、むしろね人のあのビフォーアフターをねいくら見てもね自分の家は片付かないよね、片付かないけど自分の家でビフォーアフターでやるとすごい楽しいから、そうそうそう。でそのインスタとかで例えば自分がビフォーアフター自分のねお家でやったところをこう載せるとするじゃない。そうするともちろんみんなああ頑張ったねとか、そうね、あそういうやり方いいねとか声が出るじゃないですか。そうするとその発信した先のその相手もそれにつられて片付けをしたい気持ちになるんですよね。うん、なんでねすごくねそれもねいい効果というかね、うん、出るかなと思います。うん、そう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 。でね整理ってなんていう全然こう見た段階でそんなに捨てるものないんだよねもうほぼ使ってるしとかって思うじゃないですか。でも実際に一個一個手に持ってしっかり考えてみるとそうでもないものとかもあるんですよ。うん、でまとめちゃってたりとかするとよくあるのは前回も言ったかな保険とかの封書関係、保険とかの封書関係って大事だから封筒ごと取ってあるんだけど結局その中にはチラシ的なものもたくさん入ってるし、うん、で保険関係って証書は大事なんだけどその前に来年もこの内容でいいですかみたいな更新通知とかも来るんですよね。うん、そういうのも全部取ってあったりするんですよ。そうでも必要なのはその証書が特に必要で、あとはあの担当者の名刺とかね、そういうのは大事だけれどもね、そういう本当に大事なものと大事じゃないものが混ざって傘が増してるんだよその分。そうなのでそう、そこがねいつ見るかって一番いいのはその封筒開けた時だよね。うん、でできれば封筒のその袋にむしろ戻さないぐらいの方がいい。うん、保険証書だったら他の保険証書とかもあると思うんだよね。そういうのともう一緒にしてもうむしろ袋から出してどうだっけって時にとにかくこの中を見れば何かしら分かるっていう風にもうしちゃう、うん、その方がいいです。うん、そうなかなかね紙系はねたまるんですよ。うん、無意識にそんなに貯めてるつもりはないんだけど気づくと溜まってる。うん、なのでね意外とねその紙類に関してはできるだけ手にした段階でもういるかいらないか分けた方がいい。うん、なんでこう出先でこうもらった何紙の束 4,5 枚パラッともらう時あるじゃないですか。そう、そういう時ももうその場で分けちゃうんですよ私、いるやつといらないやつと。うん、でもういらないやつはもうその後見る必要はもうないものなんでもう家帰ったら即捨てですよね。うん、で物によってはもうもらわないっていう場合もあります。うん、自由にお取りくださいって5枚並んでたら自分が必要なものだけを取って2枚だけ持って帰るとかね、なんか左から順番に持ってってくださいとか言われても別に絶対持ってかなきゃいけないかってそういうわけじゃないんで。はい、手作り品をもらっちゃった場合どうすればいいんですか。手作り品ですね、はい、手作り品は例えば物にもよるんですけど手作り品ってあげる方もねそもそもね気を使わなきゃいけないところではあるんですよ。うん、ね、そう、それを本当に使ってくれる人なのか特に必要としてない人なのかっていうところはまずあげる方が配慮しなくてはならない。うん、でもしそれがわからない場合ってあるじゃないですか。こういうの好きそうだけどどうかなっていう場合もあるし、実際にもら好きそうだなと思ってもらったけど自分はそうでもないっていう場合もある、うん、そういう時はちょっとうちに置いてみてうちでしっくり来なかったら欲しい人に譲るよ、その方がこのものも嬉しいだろうからって一言言えるといいですよね。うん、もらった段階でもらう時にもううちでちょっと試しに使ってみるよと。うん、でもし使わなくなったらこのせっかく作ったものがかわいそうだからとね、必要な人がいればその人に譲るよ。うん、でむしろ今はもうね SNS でいくらでもね発信できるから、で青木さんの場合には青木さんはここの場所を持ってるじゃないですか。うん、だから
あの欲しい人はお持ち帰りくださいってもう SNS とかでもアップしちゃって、うん、誰々さんがこういうもの作れるんですよっていうのもアップした場合、その人の宣伝にもなるわけじゃないですか。作った人が例えば同じようなものを欲しいとか、そういうやり方を知りたいとかっていう人がこの人に会いたいってなって、そこから広がればもっといいのかなっていう、うん、多分青木さんはそういう情報発信をするのがだって面倒くさいそうね、うん、使えるものとかだったらね、うん、いいんだけど、うん、飾り物とかだったらね、うん、そう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 、こういうところにね、うん、棚に飾ったりとかいうのが大変なんだけど、それも限度があるから、そうそう、なんであげる方もそうだし、もらう方もそうだし、その辺はあのお互いの配慮ですよね、やっぱり、うん、そう、そういうのは大事かなと思いますね、うん。で、あのさっきあのマキちゃんともちょっと話をしたんだけど、生理の中にはそれこそあのどっちか迷うものっていうのが絶対出てくる、うん、で、あのこう確実にこれはいるよね、確実にこれはいらないよねの真ん中に、え、これどうしようっていうものが絶対出る。でその時はあの保留っていうジャンルを一つまず先に作っておく。でそうするとこの保留が大概多くなるんですよ、結構人によって、うん、片付け慣れてくると保留減ります、だいぶ、うん、なんで片付けがこうまだそんなにこうなんていう理論的にやってない、これからやろうかなって思ってるっていう方は、多くなってもそれを気にしないで、もそこで気にしてる時間がもったいないので、うん、どんどん分けてみて、保留の中で一旦終わってからもう一回保留を見直してみると、あ、これはさっきと同じようなものがもう一個あったよねとか、うん、あ、もうこういうジャンルのものは今まで好きだったけどもうやめることにしたんだよねとか、うん、そういうものが出てくるので、うん、その段階で見直すと保留がまた少し減ります、うん、で保留にしたものはあの実際に使うかどうかをあの1年とかね、あの半年でもいいんだけど、長く取りたいなって人はまあ2年とかでもいいんだけど、そのものがどこにあるかっていうのをしっかりね把握できるような状態にしておくことだができれば全然取っといてもいいです、うん、でそれもあの一回やってみることで、こういうジャンルのものは使うかもしれないと思って取っておいたけれども1年後2年後やっぱり使わなかった、じゃあこの先もこういうものは取っといてもしょうがないのかなとか、そういうことをまたここから考えられることになるんですよね、うん、なのであの一気にその完璧にできるとかすごく上手にできるようになったとかっていうところを目指さずに、自分の軸をそこでしっかりしていく、うん、ことで全然変わってきます、片付けって、うん、なのであのだから一概に私はあれはこうした方がいいよ、そうした方がいいよってお客さんにも言わないんですよね、うん、だってその人の軸があるし、その人の軸を私が勝手に決めるわけにはいかないので、うん、なのでね、本当に私も自分のねあの宝物とかね見返したらね、もう本当にこれは人から見たらガラクタだよなって思うものいっぱいありましたよ、この前も。そうだけど自分がすごく思い出があって、思い出があるものだったらそれは宝物なので、うん、なのでそういうね自分の価値観、うん、人がどう思うかではなくて自分の価値観っていうところをすごく大事にしてほしいなと思います、うん、その中で整理をちょっとあのトライしてみてください。本当に少ないものでいい、うん、たくさんやろうと思わず引き出し1個でもいいし、うん、筆記用具のねボールペン全部とりあえず集めてみたとか、そういうぐらいでもいい、うん、そうするとねつくものつかないもので分けてみたりね、これはなんかなんとか組合とか入ってて全然人前では使いたくないとか、うん、いろいろそういうねジャンル分けができると思うので、うん、でね意外となんかあのイベントやってる人はねそういうボールペンとかね買ってたりするのでね、そういう人がいればあげてもいいし、うん、いろんな方法があると思いますので、ぜひぜひね皆さんも少しでいい、ほんと少しでいいので整理にトライしてみてくださいね、はいやる人、はい、よしよしみんな優秀はい、ね、あっという間にお時間でございます、はい、では今日ね整理士のアドバイザー周りのあなたの片付けスイッチオン、今日は12回目でした、うん、今日は、就活の中の一つの要素整理についてお話ししました、はい、ありがとうございました。